数学で間違えた問題は解き直ししてましたか？もししてたらどんな感じでしてたか教えてください。はい、まあ、数学でね間違えた問題、僕は解き直しっていうかちゃんと 手動かして解いてたっていうのは意外とないんですよね。ぶっちゃけちゃんと丁寧に式を書くっていうことはそんなに重要ではなくて、まあ、問題を見て要はこういう問題の伏線があるからこういう、道筋で問題の答えを出していきたくて、その過程でこういう計算をしてっていうことが頭の中で終えたら、あとはただそれ計算するだけじゃないですかね。例えばなんですけど 65×12 これを計算せよっていう問題があった時に、別に 65×12 を実際に計算しないといけないっていうそういうわけではなくて、まあ、筆算してこういうふうに順番に掛け算してやっていけば、まあ、あとは計算するだけでできるよねみたいな。でそれにじゃあ応用問題とか言って10桁かける10桁の掛け算出ましたみたいな、10桁かける10桁の掛け算、それを実際に手を動かしてやんないとその問題ができるようにならないかって言ったらそんなことは全くなくて、2桁かける2桁の掛け算を応用させてこういうふうに同じようにやっていけばね、あとはただここを足して最後答え出していくんだよみたいな、そこの部分さえ終えてればわざわざ手を動かさなくていいじゃないですか。むしろ10桁かける10桁わざわざ手を動かして計算する方がコスパ悪いなっていうふうに僕は思うので、もちろん計算力に不安があるとかここの計算自分できる自信ないなっていう人はまずはね計算力っていうのをつけるっていう目的もあるんでちゃんと手を動かしてやってほしいんですけど、ある程度まあ、完成してきたタイミングではもうバーッと見ながらこの問題こうやって解いていくって頭の中でもうそれを再現するだけでもう終わりっていう感じでやってましたね。だからこそいろんな問題が見れるようになるわけですよ。でその蓄積がどん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 演習量っていうものを増えてくるわけですよ。他の人が手を動かしてやってるので10分かかったとして、僕は頭の中で計算はしないけどこうやれば解けるで答え見て、あ、まあそうだよね、そうやって解くよねっていうことを確認するだけでもう30秒ぐらいで終わったりするんで、それで20倍ですね、20倍の演習ができるっていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。はい。